北海道開発局は国土交通省の地方支分部局。北海道における河川、道路、公安、空港、農業、漁港等の国直轄事業、都市計画行政、住宅行政、建設産業行政、官庁営善等を担っている。国土交通省所管の業務と合わせ、農林水産省所管である農業、灌漑排水等の農業土木業務を 総合的に計画、実施している点に特色がある。所在地は、札幌市北区北八条西二丁目。北海道各地に10の開発建設部を設置している。1951年に、北海道開発庁の地方支分部局として設置され、2001年の中央省庁再編により国土交通省の地方支分部局となった。網走開発建設部二千八年。 猪瀬直樹が北海道開発局の廃止を提言。その直後、2009年には北海道開発局内の闇専従問題が発覚して、金子和義国土交通大臣が組織の解体に言及するなど、組織の見直しが活発に議論された時期があった。北海道開発局の遠隔国土交通省、北海道開発局、 闇千十四千百人処分職員の65%減給など、日本経済新聞、2019年1月25日閲覧、ありがとうございます。